情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆様ね、ぜひチャンネル登録ね、面白かったらいいねボタン、そしてですね、コメントなど書いていただけるとありがたいなと思うんですが、まあ、今ね、巷で話題の総務省のね、接待問題ということでね、まあ接待といえばね、利益供与といえば天下り裁量行政ということでね、もう日本のもう鉄のトライアングル、闇ど真ん中という感じなんですが、果たしてテレビ局どこまで切り込めるのかということでね、前から私ね、これ大丈夫かなと思って見てたんですけれども、まあとりあえずね、どこまで切り込めるかわからないんですが、まあ、どれぐらい闇が深いかということを知るためにね、あるリストを手に入れたんですよ。というか別にこれ公開されてる情報です、事実ですので、この事実についてですね、いくつか論評を加えたいなと、あくまでも事実の論評ですからね、これね、はい。でね、その記事は何かというとね、まあ、手に入れたのは記事で公開情報なんですけど、現代ビジネス2017年2月16日の記事です。実名リスト、霞が関全省庁キャリア官僚108人、天下り先と退職金ということですね。もうそのものズバリの、このリストがあります。はい。でね、このリストを読み上げるだけでなんかこうメッセージ性が結構強くなる可能性があるのでね、そのメッセージは皆さんこう忖度してください。僕からね、メッセージね、出しますのでね、僕は事実ここに書いてあるリストを読むだけですから、皆さんがそのメッセージを受け取ってくださいね。もうテレパシー出しますんでね。はい。じゃあまずね、このリストね、筆頭に来てるのはですね、真永尾康さんという方です。財務事務次官ですね。退職金6340万円もらいまして、読売新聞大阪本社にですね、天下りされたということですね。はい。何個かね、かいつまんでいきますからね。はい。それからね、次がね、これかな、これこっちよりこっちの方がいいな。ですね、これはちょっとね、飛ばしながら、全部じゃなくてね、飛ばしながら行きたいと思うんですけど、その次がね、あれ、あ、これだこれだ。小笠原さんね、総務事務次官、何明というんだろう、小笠原道明さんというものかな、総務事務次官だった方、退職金6340万円もらいまして、大和証券グループ本社、そしてスカパー JSAT ホールディングスに、天下りされたということで、おめでとうございます。はい。それからですね、吉崎雅弘さん、総務省総務審議官、かっこ国際というね、ポジションにいらっしゃった方、6000万円も退職金いただきまして、日本ケーブルテレビ連盟、こちらに、天下りされた、再就職ね、されたということでね、おめでとうございますとね。それからですね、まだありますよ。これぐらいかな。はい。ある特定の業界に天下ってることがなんとなく、僕からのメッセージを皆さん受け取ってくれていると思うんですが、とりあえずこのリストがこれだけですね。はい。これがね、一応現代ビジネスに載ってたビジネスとね、現代ビジネスに載ってたリスト、を、まあ、いくつか買いつまんでね、私からのメッセージということでお届けしましたが、他にもあります。はい。内閣人事局からね、公開情報が出ております。はい。今ね、最初に読むのはですね、平成元年、ごめんなさい、令和元年9月27日発表資料ですね、国家公務員法第106条の25第2項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の公表についてという文章がございますので、この中からね、またいくつかね、かいつまんで、お届けしたいなと思うんですが、まずね、高崎一郎さんというですね、関東総合通信局長、この人はまあ総務省でしょうね。はい。総務省の、高橋一郎さんというね、お役人様なんですが、株式会社テレビ東京に再就職ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。はい。そしてですね、その次はですね、関東信越厚生局指導統括管理官だった、これ厚生労働省ですね、後藤健三さんという方なんですけれども、民間放送企業年金基金というですね、まあ、民放の年金の、運営団体かな、こちらに再就職された、おめでとうございます。はい。それからですね、まだありますよ。関東通信、局長、関東総合通信局長だった、これは総務省ですね、高崎一郎さん、ごめんなさい、これさっき紹介したわ、高崎一郎さんはさっき紹介したんで、この次ですね、これはここだけですね。それからね、同様のね、国家公務員法106条の25第2項の規定に基づく、再就職状況の公表、令和2年10月9日バージョンがありますので、こちらもね、ちょっとぜひ皆さんにご紹介したいんですけれども、同じく総務省のですね、関東管区警察局情報通信部長、この人は総務省じゃない、警察の人ですね、警察局情報通信部長の熊谷さんという方なんですが、スカパー JSAT ですね、はい、スカパーに、再就職が決まりました。おめでとうございます。おめでとうございます。
はい、それからですね、この方ですね、総務審議官、これも総務省ですね、ど真ん中ですね、福岡徹さん、スカパー JSAT ホールディングスに、ご就職決まりの取締役ということでおめでとうございます。はい、それから同じく総務審議官の福岡徹さん、スカパー JSAT、取締役執行役員副社長ということで素晴らしい、おめでとうございます。はい、まあ、こんな感じですね。まだいるのかな、これまだいるのか、福岡徹さんの次は、あ、まだいるな、総務大臣、官房付けの、中道正人さん、まさしくこの人も総務省ですけどね、一般財団法人電波技術協会、に、再就職されたということでおめでとうございます。はい、これもあの業界団体ですね、放送関係のね、放送通信関係のね。はい、それからこの人は総務省国際戦略局好きのですね、中谷徹さん、 FM 東京再就職ということでおめでとうございます。常勤顧問だそうです。いやー、素晴らしいですね、おめでとうございます。もうよほど優秀な方なんですね。はい、それからですね、財務省主計局局付けのですね、山崎秀俊さんかな、この方はですね、一般財団法人放送大学教育振興会管理部長、業務部長ということで再就職おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それからですね、まだまだありますよ。文部科学省ですね、今度はね、あのビーチさんでおなじみのね、大臣官房付けの、作花文雄さんって方ですかね。この方もですね、財務省の方と仲良く、放送大学常務理事ということでおめでとうございます。いやー、すごいですね。在任中どんなことしてたか全く知りませんけどね。うん、きっと通信教育のプロなんでしょう、きっとね。はい、次いきます。次はですね、この人ですね。はい、今度は気象庁ですね。気象庁ね、結構あるんですよ。はい、気象庁、秋田地方気象台長だったですね、和田浩一郎さん、秋田朝日放送株式会社の気象キャスターで再就職。この人多分実力ですね。おめでとうございます。はい、他の方とはちょっとあの経路が違います。あの気象キャスターということでね、はい、もうあの、前途をね、ぜひ、栄えある、ね、栄えある前途を、お祈りいたしておりますという感じですね。はい、次です。その次はですね、あ、これで終わりかな。はい、で、さらにあります。これが最新版かな。令和2年12月25日国家公務員法106条25の1項等の規定に基づく国家公務員の再就職状況の報告ということでね、これおそらく最新版だと思うんですけれども、これはですね、まず最初はですね、中国通信、中国総合通信局長かね、これ多分総務省ですね、元岡徹さん、有線テレビジョン放送業もですね、京阪神ケーブルビジョン、あ、これ結構でかいとこだな、公益財団法人京阪神ケーブルビジョンの理事長に再就職。理事長ですよ、おめでとうございます。素晴らしいですね。はい、それからですね、この方ですね、関東総合通信局放送部長だった、佐藤義秀さんって方ですかね、この方ですね、一般財団法人日本アマチュア無線協会の、育成担当部長に再就職ということでおめでとうございますね。よかったですね、再就職決まってね。はい、こんなもんかな。はい、こんな感じです。公表されてる情報でもですね、これだけあるんですよね。でね、まあ、この、ご紹介させて、再就職のお祝いをさせていただいた後にですね、またね、ちょっとね、古いニュースを1個紹介させていただきたいんですよ。これ日経新聞のね、去年12月20日の記事なんですが、先輩後輩で情報漏洩か、総務省、天下りは厳正にと、あ、ごめんなさい、これ2019年なんで、おととしですね、おととしの12月20日の、ニュースです。はい、先輩後輩で情報漏洩か、総務省、ね、総務大臣、天下りは厳正にということで、官保生命の不適切販売をめぐり、鈴木茂樹、総務次官が行政処分案などの情報を漏洩したことが、20日明らかになった。監督官庁の事務方トップが情報漏洩した相手は、総務次官の先輩で、日本郵政の鈴木康夫上級副社長、高市早苗総務大臣は、先輩後輩の関係で情報漏洩してしまったと指摘。今後は天下りは厳正に対処したいと述べた。高市さんはですね、この記者会見で、誠に残念でお詫び申し上げると頭を下げてですね、漏洩の背景について、2人は旧郵政省採用の先輩後輩、何かやむを得ない事情があったのだろうというふうに述べたそうです。はい、でね、先ほどあの、まあ、再就職のね、お祝いさせていただいた皆さん、まあ、あの気象キャスターの人はね、まあ、ちょっと覗きますけど、残りの人はみんな役所の先輩になっちゃうんじゃないですかね。
大丈夫なんですかね。はい。ね、あの、まあ、ガースーのね、長男が、みたいな話してますけど、いやそのね、親戚だけじゃなくて、先輩後輩も洗った方がいいんじゃないかなと。ね、あの、テレビ局の中にいらっしゃいますよね、役所の先輩ね。ぜひ取材されたらいかがかなと思うんですが、なんで取材しないでしょうね。謎ですね。はい。ということで、今日の私のメッセージ伝わりました？ね、伝わった人はぜひ、高評価のボタンを押してね。ね、それから、チャンネル登録して、ね、コメントにも受け取ったメッセージ、ぜひね、書いておいていただけると嬉しいな、というふうに思います。ガー